山中沢を、山中沢を、山中沢を、本名、山中沢を、読み同じ、1968年12月7日体は、日本のシンガーソングライター、オルタナキブロックバンド、ザ・ピローズのリーダーであり、ボーカルとギターを担当、北海道小樽市し先出身、北海高等学校卒業、血液型は B 型。 ザピローズの楽曲のほとんどの作詞作曲を手掛けている。主に代表作としては、ストレンジカメレオン、ハイブリッドレインボーなどが挙げられる。デリシャスラベルでのオムニバスアルバムでは、ソロ名義の楽曲が収録されている。また、ヨネクラチヒロや、ザコレクターズ、V6、プフィー、鶴野武士など、自身のバンド以外での楽曲提供も稀に凍ている。ギターは、 2001年頃よりフェンダーサイクロンをメインに使用してきたが2011年冬頃よりスクワイアサイクロンを使用。なおボディやネックの色を白と黒にリフィニッシュしている。デリシャスラベルに所属するニュードルズやモノクロなどのプロデュースも手掛けている。右手首の内側にブチゲーと入れ墨を施してある。ブチゲーはハイブリッドレインボーの衣。趣味は浮世絵と T シャツ作り。 ツアーグッズとして、その都度 T シャツを作成、販売している。ハロルド作為資源作によるアニメ、ベックの最終回で、ザ・ピローズの楽曲、ラスト・ダイナスは、アドバイスを演奏する架空のバンド、ザ・ヒーローズのボーカリストとして声優に挑戦。キャラクターも本人に似せてあり、山中の自然なセリフ読みと相まってリアリティを醸し出していた。ちなみに、 マナベを模したメンバーも同時に登場したが、セリフはマナベ本人ではなかった。ライブハウス、クラブ級を経営するニートクユーが監督した映画、カラーズオブライフ、クラブ級ナインアニバーサリーフィルムでは、インテリアクザという役柄で出演している。この映画には、ドハツケンのマシコナオズミをはじめとした、クラブ級ゆかりのアーティストが多数出演しており、音楽監督は、ザ・ピローズの 初代リーダーである上田賢人が担当している。稀に、サンをシングアローンというソロの弾き語りイベントを行っている。1986年、1989年、1993年、1998年、2001年、2005年、2010年、2016年。在籍するバンドの作品については、以下のページに詳しい記述がある。 全曲作詞作曲編曲、沢尾山中。名前の由来はオリンピックで12個のメダルを獲得した体操選手の加藤沢尾。山中の父親は彼のファンであった。両親は広島の出身で広島みな実高校時代に知り合った。父、友人は進学した広島大学在学時に同大学の校歌選定工房に最有力で入選、作詞者となっている。 修正を加えられているので公式には広島大学選定。曲中やファンへの呼びかけの時に発するアウイエーが特徴的。ファンクラブの開放などの公式アナウンスでもこの表記が使われることもある。ライブでハイブリッドレインボーを演奏する際、最初に観客にキャンニュ・フィールと問いかける。また、リトルバスターズ演奏の際にはカモンリトルバスターズ。 ファニーバニーでは、I love IT ファニーバニーへーと煽るなど、観客と一体になるための決め台詞を持っている。ロックバンドであるザ・ピローズの作品が近年特にポップであると評価されることについて、山中沢は、これまでも常にポップなものを作り続けてきたつもりであるといい、最近は自分たちのそれが周りと一致してきたのではないかと語っている。 また、山中自身にとってポップである条件とは、普遍的に良いものであることで、ポップスやキャッチーとは区別されるべきものであるという。結成当初、山中さは小野ギターの演奏力に他のメンバーが不安を持ったことからギタリストとして、真鍋義明がザ・ピローズに加入したことは、山中本人も認めるエピソードであり、山中さは音。 マナベヨシアキのツインギターがザ・ピローズに欠かせないものとなった現在でもライブなどでは自らのギターを僕のこれはネックレスだからと表現するなどの自虐的な MC を披露し笑いをとることがある。またスリーピース構成によるザ・プレデターズでは山中のギタリストとしての実力も十分に発揮されている。同期であるミスター・チルドレンのメンバーとは現在でも交流があり、 特に同じソングライターである、桜井和俊とは互いに存在を意識し合う中であったとされる。桜井はデビュー当時、ザ・ピローズの影響を深く受けていた一方で、山中は自分たちと対照的に売り上げや知名度を伸ばす桜井に対し何かしらのコンプレックスを抱いていたという。しかし、ミスター・チルドレンがザ・ピローズの代表曲、ストレンジ・カメレオンをカバーした頃から、 互いの関係は対等なものになっていったとされる。ミスター・チルドレンのシングル、終わりなき旅の C、W、プリズムは桜井が山中を意識して書いたものである。ロキン ON ジャパンの元編集長である。カナ・アツシとは、市場でザ・ピローズのアルバム、来るスパイスが告表されて、以来確執がある。山中はザ・ピローズのファンクラブ開放やライブの MC などで、 カノのことを名指しで幾度か批判しており、また音楽雑誌への怒りを歌った楽曲、ノーサブスタンスも存在する。ザピローズはそれ以後の数年間ロキン、ON ジャパン市場には登場しなかったが、1999年に編集部からの働きかけにより、ランナーズ杯のインタビューに登場、和解している。その際、山中はミュージシャンは音楽雑誌がなくてもやっていけるが、 音楽雑誌はミュージシャンがいなければ成り立たない。その音楽雑誌がミュージシャンの作品を貶めるような記事を書くべきではない、といった胸の持論を展開している。その後も2008年夏に開催された AP e バンクフェスにザ・ピローズが出演した際、カノが公式ウェブサイトに掲載する全出演アーティストへのインタビュー記事を執筆していたが、山中がカノのインタビュー依頼を断ったため、 ザ・ピローズのみがライブレポートの記事となってたことがある。フィッシュマンズのファンクラブ会員第1号である本人団。2008年11月8日放送の GGTV にてフィッシュマンズのファンクラブ管理担当の知人がいて、その人を通じて名誉会員としての例番をもらったと言明した。楽曲を作るときは、初めに曲を作り、そのメロディーに乗せて、 気持ちよい歌詞を書いていくスタイルである。頭に浮かんだ曲はそのまま忘れずに記憶していられるが、突発的な防湿を防止するために2000年代後半以降は IC レコーダーを持ち歩き録音するようにしている。ザッピローズのメンバー内では唯一普通免許を持っており、ただしペーパードライバー、シングル、彼女は今日の PV では山中が車を運転するシーンがある。兄が二人おり、 二番目の兄とは、スプイッキー・ブラザーズというユニットを組み、2000年から2001年にかけて活動していた。また札幌在住の一番目の兄の息子は、ザ・ピローズ初代ベーシスト、上田健二の甥いと同級生であるとのこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。